最初のショットの確率をもうちょっと上げたいっていうところで、最後のゲームはやっぱりちょっとダブルフォルトが多かったのと、やっぱファーストがそもそも入ってなかったのが、ちょっと、まあ、こっちとしてはラッキー。あ、何回も入らない、入らない、よしよしよしってなる。ですけど、セカンド入ったとしても、やっぱりちょっとバウンドが変わったりとか、すごい低く弾まない、滑ってくるようなサーフェスなんで、それを活かして、ちょっとはスピードを落としてでも確率を重視したサーブにしていけば、もうちょっとペースをつかみやすいっていうところと、あとそのサーブが入ったところで前衛がこうグッて動いたりとか、プレッシャーをかけたり、フェイントを入れたりとかっていうのが、ところどころあれば、もうちょっとあればよかったなっていうのがありました。リターンすること自体がそもそも難しい、まあ、お互い難しいので、僕のサービスゲームほとんど回転を多くして、で、バウンドした後も曲がっていくような、そういうサーブでかなり苦しめられたと思います。で、それで入れていけば、なんとか、こう、ゲーム、いや、ポイントが取れていたので、ちょっとそこで楽ができたっていうのが、僕のサービスゲームで楽ができたっていうのはかなり助かって、で、プラスサーブが入ってこないっていうのが、だんだん楽にこうさせてしまったのかなと思うので、まあ、ポイントの入り口をちょっと頑張って、こう、確率を上げれるようにしていきたいなと。はい。はい、そうですね。僕もサービスの部分とレシーブの部分、二つが気になって、やはり、ファーストサーブの確率が落ちてくると、まあ、なんとなく、こう、同じような感じで、こう、ずっといっちゃうんですけど、やっぱ、確率を上げるように、少し、セカンドサーブの感じでも、ファーストサーブから入れてったりして、徐々に少しずつ、こう、スピード、なる、タイミングが合ってきた時に、ファーストに近づいていくのかなっていうような感じのペースの、作り方っていうのも、ちょっと、できたらいいなと思うのと、でレシーブに関して言えば、やっぱりスライスで食い込んでくるので、右利きのスライスサーブに対して、デュースサイドだと、こうバックに回り込むと内側に入ってきますよね。だからできるだけ前に入って取らなきゃいけないっていう風な感じで多分分かったと思いますし、あとはフォアハンド側に回り込んで前に行くような感じになると、結構こっち側に勝手に来てくれるような感じでいいかなっていう。ボディに食い込んでくるアドサイドの方でも、まあ、できるだけコンパクトに前にこう入りながら打っていくっていう感じのところがポイントになってくると思うんで、そうですね、まずそのサービスレシーブのところから次の展開までは、まあ、その次もとにかく早いので、ネットプレーでポジション取られたら結構厳しくなるっていうのはお分かりになると思うんで、まあ、そこをまずは足元に沈めて次のボールでちょっとこう攻撃的に相手を崩したいっていう風な感じがあると思うんですけども、そのできるところとしたら、そのセカンドサーブ、ファーストサーブの確率っていう、まずそこですね。はい。今、今ぐらいのって本に回り込めます。OK。一本目ミスしたとき、あんまり止まってないですね、バランスが。今みたいにバランス止まって、そこから。ある程度、このテイクバックのこの上半身ローテーション、足をこういうふうに変えないで、この上半身のローテーションだけを作ってる感じで、そのまま少しひねり戻すみたいな、足でひねり戻す、足でひねり戻すみたいな感じの動きをちょっとつけてください。割と今こうやってこういう動きになってるんで、もうちょっと前に入ってもいいかなと思うんです。もっと思い切って、バックでバックにちょっと打ってあげて、惜しいな、惜しいな。ちょっとスイングが大きく出ちゃうんですよね。もっと小さく。ボールの後ろにあんまりちゃんと入れてないですね。なので、体がもうこうやって行き過ぎてる感じで、こういうふうに。なんかある程度、
フォアだったら右足、バックだったら左足がボールの後ろに入っている状態から踏み込んでいく、まあ、よく言えば詰まる、変化する前にグッて前入りたいのと、あとグッて入れたら手で行きがちなんだけど、そこをなんとか体がついていけばもうちょっとなんとかなるかなっていう。ここまで後ろ取ってて最終的にここで合わせるよりは体が、まあ、どっち足が出てもいいんですけど、体が行くようにしていく方が、まあ、リターンの返球率上がるかなと思うんで、ちょっと手で行かないようにっていうのは気をつけて、はい、どうもありがとうございました。